130キロ。はい。完全に舐めてかかってますけど、ね。頑張って。晩ご飯の前までにやってみるように。はい、はい、いってらっしゃい。あ、はい。はい。あ、頑張ります。行きます。はい。行っちゃいました。来てね。お、来た、あれかな？お、あれだ、あれだ、あれだ。あれじゃないですか。お、来ました来ました来ました。クラクション鳴らされてるよ。クラクション鳴らされてますね。来ましたよ。右側端このまま。おー、頑張ってください。あ、いましたいましたいました。うん、頑張れ。頑張った頑張った。頑張ります。もう少しだ。もう少し、はい。高野純頑張ってなさい。お疲れさーん。舐めてた。舐めてた。完全に舐めてた。何回も倒れそうになりました。あれだ。あれだ。はい。はい。そうですね。じゃあ、はい、一番辛かったのは何ですか？辛かったんですか？ちょうど、ルポンから、マニクリーンに行く途中の、あ、でも、坂道があるんですけども、そこで途中で何度もくじけそうになったんですけど。子供たちが笑顔で待っていてくれるのをね、聞いてる？考えると、勇気づけられて完走することができました。あ、そうですか。一番嬉しかったのは何ですか？真剣に熱中症で倒れそうになったんですけど、その時に立ち寄った家の人たちが10人ぐらい出てきたんですけど、大丈夫か大丈夫かって水を飲めって言ってくれて、最後は見送ってもらったんですけど、人の温かさが一番。ああ、そうですか、はい。じゃあ次はどこからどこを挑戦しますか？そうですね、今回、ある程度、目安としてね、このぐらいの距離だったらこれぐらい疲れるっていうのが分かったんで、まあ調整しながらトレーニングして、距離をどんどん伸ばしていこうかと思います。ああ、そうですか。はい、はい、どうもありがとうございました。